トンタイムを積んでいきます。マサトシさんというですね、大岩運送のトップの人、1番ドライバー、トラッカーですね、トラックの運転手さんと最初のところを走ったんだけど本気じゃないわけですよね。今は本気で走るの、走ってくれるかもしれないということでレースをすると思うんですよね。な、一緒に走りに行くという感じでしょうかね。今まであんまりいい目しなかったんですね。じゃあね、あなたがお湯のところなんだろう、頼む、もう一度勝負してくれ。平成丸2っていうのすごいね。平成丸2新型も出ましたか。あれだって不足はね、思いっきり進化してもらうぜ。すごいね。ちなみに平成丸ってどんなやつなんだろうね。これは私の車です。綺麗、まあね、サイドバンパーとフロントバンパーをいじったらもう完成です。うわなあ、すげえ黄色。
できるかな。一本で使ってね、あのブロックできるからいいんじゃないですか。腕を上げたよな、今の目の端は迷いがなかったぜ。やったね。危険を顧みず死に強いしかない。お、トップドライバーあったのか、私まだとし。お前を上を目指す力のところではもっと保証高い会社に行くこともできるだろう。お、ここはどうするのなんだ。仕事きついんだ。へえ、おかしい。そうなんだ。あのね、こういうことを言って人を引き止めて、なんていうのかな、こういうことを言って人を引き止めてずっと働かせるっていうのがね、あの落ち目の会社のことなんですよ。つまりね、利益も出てないし、うまくいかないと、開けてもまた潰れるという会社だからこそ、ある程度比較的うまい人間とかは残していく必要があって、ちゃんとやっていけないからね。でもね、だからといってね、変にね、優しい心でね、じゃあ自分がなきゃできないんだから俺はただ大岩を見るって言い続けてたらね、その会社はね、潰れるべき経営をしても関わらず、そういう一部の人たちが底上げをしてくれたおかげで潰れなくて済むんだよ。逆に言うと、そのせいで人々はより辛い仕事をする必要が出てくるわけですよね。潰れそうな状態ですごい一生懸命働く必要がある。でも業績なんて上がらないんだよ。現状維持が精一杯、いやそれもできてないぐらいだよね。で、賃金が下がっていくけど一部の人たちは頑張ってるっていうね、ほんとよくわからない。潰れる会社早く潰れればいいと思った僕は、だからね、こういうね、こういうね、なんだ、いてくれって言われてね、素直にいる必要はないんです。やめていいんです、こんなの。そんだけ本当はなんか俺はまだできないぜ、ゆうた組との決着もまだついていないからなって、寝かかった船だ、一人のトラッパーとして仕事のキャリアきっちりつけるぜ、そんな仕事ねえんだよ。いいんだよ、この人だってさ、特に専属ドライバーでもないじゃん。なんでそんなさ、一つの会社にこうこだわるかね。実力があるなら他のとこ行けばいいじゃん。ひよっこにね、そんな会社任せちゃダメよ。潰れろ早くこの会社。ということで第2章、激突勢力争い2章なんですね。おはよう朝倉さん。ん？朝倉さんどうしたんだ、暗い顔しちゃって。ね、ついに主人公の転職の時かな、転職中か、困ったら何対象で泣かってしまう。なんかそれもね、困ったってやつなんですよ、経済的には。仕事を取られちまったら取り返せばいい。それだけのことだろう。そう、こういうことですよ。それができないんだったらそこまでの会社なんですよ。朝倉さんの暗い顔してたらみんな怖がっちまうんですね。そう、綺麗なんですけどね、多分知らんけど。もっと悩み踏まえなきゃ。この人なんだよ、仕事持ってくるだけじゃん。いや、持ってくるだけっちゅうのはあるけどさ。よし、いい顔だ。今日も元気出していこう。この人の朝倉さんの仕事の方が大事なんじゃないの。運転するのはさ、安全に運転するってわけで何かが攻めるわけじゃないじゃん。いや、まあ、もちろん納期に焦るじゃ大事だけど、なんだろうな、朝倉さんが一番へこむべきだよな、存在としてはな。ピッチャーメーカー、本当切ってなくないね。でもなんかこう、責任感はでかいよね、そこに関してはね。交通事故が多いとかさ、納期が全然間に合わないからトラックがゆっくり走るとかってなったらあると思うんだけど、業績に関しては完全朝倉さんサイドっていうか、経営サイドの問題ですよね。なんて思いました。新潟と青森の事故かな。まあ、やっぱり次回ね。次回。